はい、はい、めちゃくちゃ楽しみです。森です。はい、始まりました。さあ、早速なんですが、はい、森くんダイエットしてますか？ダイエットしてないです。してないですよね。してないです。全然してない。全然してないよね。まあ、ということで、今日はね、僕たちはね、パーソナルトレーニングジムで、はい、ダイエットをしてるんですけど、そこで結構おすすめの食事は何ですかって聞かれるんですよね。あ、聞かれますね。で、ちょっとこう甘いものもやっぱ楽しみながら痩せた方がいいよねっていうことで、うん、結構コンビニでも結構ライザップさんのスイーツとか販売してますよね。ありますね。ありますね。そうなんですよ。通販で良さそうなのがあったので、はい、紹介していきたいと思います。はい、はい、1つ目の、はい、糖質 50% カットのラブシュークリーム。へえ、これすごいですね。糖質が 8.6g、少ないですよね。まあね、脂質が 19.7 あるんですけど、まあそんなもんですよね。まあまあまあですよね。はい、糖質制限と脂質制限って2つ分かれると思うんですけど、まあ、糖質制限してる人にはきっと心強いと思います。はい、6.6 って嬉しいですね。結構いいですよね。それとあともう一つ、こちらドン、糖質 70% カットのアイスクリームです。いいっすね。気になりますよね。シャトレーゼさんっていうところから出てる通販でね、買ったんですよ、ここ。はいはいはい、試してみましょう。食べましょう、食べましょう。シュークリーム開け方がまあ男らしい。内村さん男らしいな。匂いは本当普通のシュークリームですね。コンビニのシュークリームと同じ。いただきます。あ、普通のコンビニのショークリームとほぼ同じような甘さ。うまいね。うまい、ついてるよ。かわいい。うまい、うまい。やだ、優しい。かわいいね。おいしい、おいしい。おいしいですね。普通さ、これさ、一口食べてさ、中身がなんかダブルなんで生クリームとカスタードと2つあるんですってきっと見せたいんだよね。あ、そっか。下手くそ、我々。あ、うまい、なるほどね、はいはいはい。そういうとこを学んでいこう。そうですね。これがバニラアイスですね。バニラアイス、バニラアイス、こっちいただきたい。僕らもすごいですね。僕らの、結構完食はお客さんにおすすめしてて、で1回の完食での糖質は、まあ、10g 以下にしてくださいね。それ以上1本は 10g 以下くらいなんで、まあ、それ以上1本くらいじゃないですか。これ2個食べれる、ね、2個食べれますね。詰まってた俺。全然わかんない。どう？うん。僕もあの畜の人だからわかんない。実は。もう向いてない。向いてない。いただきまーす。いただきます。これちょっと、はい、まだ学びいいですか？これちゃんとバニラビーンズがちゃんと黒いつぶつぶ入ってるんですよ。なるほど。糖質オフだけども味はきっとしっかりしてそうな気がします。あ、なんかすごいこと知ってるじゃん。ユーチューバー見てるから。食べようか。あ、甘っ。あれ、全然甘いですね。甘い。いや、こんな甘い。まあ、食べかけの汚いの清水で。バニラビーンズがボコボコじゃないですか。美味しいね。全然美味しい。感強いわ。このシャトレーゼさんのいいところは、はい、これね、120円なんですよ。うん、安い。あのシュークリームも120円。120円。
120円なんです。え、安い。これはね、安いですね。普通の特に広告案件でも何でもないんですけど。もちろんですね。かなりな、お金もあるから。気になってたから始めた、はい。普通のコンビニでシュークリーム買っても同じぐらい値段じゃないですか。もうね、120円とかですもんね、うん、同じ値段で買えるんだったらこっちの方が全然お得ですよ、ね、嬉しいですよ、ね、しかもこれ冷凍で届くのよ。冷凍で2ヶ月くらい持つ。2ヶ月そうで、解凍したら1日で食べなきゃいけないので冷凍庫に余裕があれば OK みたいな感じなんだよね。すごっ。もういくわ、逆に上手だね。いやいや僕甘党なんですよ、やっぱり。アイス大好きだし、アイスとか甘いもの、可愛いもの大好きだもん。そう、可愛いもの大好きだもんね。すぐ食べたくなっちゃう。美味しい。これだったら甘党の僕もね、大満足ですよ。うん、うまい。全然普通のアイスクリーム食べてるのと変わんないぐらいの満足感ありますもん、うんうん。っていう感じで、あとね、ヨシノクッキングを今度自分で低糖質お菓子を作ってみたら今度やってみようと思って。何できます、吉野さん。吉野さんって今ヨシノクッキングって何作ってるんですか。プロテインラスク。ああ、はいはい。あとプロテインプリンを前作ったんだけど、失敗した。え？まあ家でやってるんだけど、やっぱね、プロテインにゼラチン混ぜるだけだと、やっぱ甘さが足りなくて、僕はちょうどいいなと思ったんだけど、ちょっと甘さが足りないとか言われてたんで、そこら辺のダイエットのおすすめスイーツを実際作ってみようかなと。ああ、いいですね。まあまあ、作んない人はシャトレーゼの、シャトレーゼのアイスとシュークリームおすすめですね、やっぱり。はい、これ、シュークリームも、あの普通のシュークリームと他に、あのチョコレートのエクレアだったりとか、100円じゃん。これも100円なんですよ。あと、いちごクリームのロールケーキ。ああ、かわいい。ケーキかわいいですよね。あとは、この糖質 50% カットのレアチーズケーキ入りのシュークリーム、この4つが販売されてるそうです。ちょっとなんか、番宣っぽくなるからやめようかな。お金もらってないですか。あ、この2つだけ。いいよ、これ。という感じでございます。美味しい、美味しい。はい、っていう感じです。うん、あれ言ってあれ、最後にこの番組いいと人はみたいな。あ、いいですか。ではこの番組を見ていいと思った方はグッドボタンを、いいのと、さらにいいねと思ったらチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございます。では次回またお会いしましょう。さよなら。